シェフィールドスーパートラムは、イギリスのシェフィールド市内を走るライトレールである。1994年に運行を開始した。市街地では、道路上に併用軌道を付設し、また、郊外の区間では、廃線となった国鉄路線の転用により、日本でいうところの新設軌道として建設された。2018年に開始したロザラムへのトラムトレインを含め、現在は4路線で営業されている。 運賃は距離性を採用しており、最低運賃は1.7ポンド。切符は車内にいる車掌から購入する。以前は券売機があったが、現在はない。スーパートラムの車両開業当時の車両カラーリング3、車体連接構造の部分停車車両が使用されている。乗降口は先頭車体中央の停車部分に片側2箇所ずつ設けられている。中間車体には、 上校口はなく、前後の戦闘車体から上下車を行う。車体をデュアグ、電気品をシーメンスが製造した。中間車体の両端と両戦闘車体の全部に台車を有し、戦闘車体の後部が中間車体に支えられたフローティング構造を採用。戦闘車体の中央部は床面高さ4 5 0ト、mm、ルの低床構造でホームコー合わせてあり、 車椅子での乗車も可能なバリアフリー仕様となっている。この低唱部分は連接3車体の床面積の約34%となる。その他の部分の客室床面高さは8 8 0ト、mm、ルである。路線はシェフィールド中心部からイギリス有数のショッピングセンターがある、メドウール、サッカースタジアムがある、ミドルウッド、住宅団地がある。 ハーフウェイの3方向に分かれる形態となっている。なおミドルウッドとハーフウェイに至る路線には途中で分岐する視線がある。ありがとうございます。